聞くアーティストウェイ第7週3日目、花です。まりこです。あ、よろしくお願いします。はい、今日ですね、第7週の内容に入ろうかと思ったんですけども、ちょっともう一つ言っとくことが、うん、はい、まだ遡って、うん、はい、話そうかなと思ってたことがありましたので、はい、それを話します。はい、それはですね、先週、うん、神の概念についてちょっと取り上げまして、はい、でそれでマリコさんがそこに興味を持ってくれて、うん、花さんはなんでそういう考えに至ったんですか、うん、っていうことをですね、2回ぐらいにわたって、うんうん、話させていただいたと思うんですけども、はい、それでね、私なんでだろう、なんか自然にそういう考えになったんだよねみたいな、うんうんうん、要は日本人にとって神っていうのは世間様とか常識とかそういうものなんじゃないかみたいな私の考えを話しさせていただいたんですけど、うんうん、なんかね、自然にそうなったっていうか、はい、まあ、それを考えたのは私なんだけども、うんうん、そこに至る道筋が実はアーティストウェイにありましたので、うん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 、それをちょっとご紹介しておきたいと思います。はい、それがですね、すごい最初の方なんですよ、うん、17ページから18ページにかけてですね、はいはい、でここね、すごく大事なとこなので、はい、今頃ですがここも触れておきたいと思います。17ページのね、3分の2ぐらいのとこね、うん、このコースをやり終えるのにどんな神の概念も必要がないことをここではっきり断っておきたい。それどころか神の概念の多くは邪魔になる、うん、ってもうはっきりと言ってるんですね。はいはい、ただまあ神っていう言葉をなんか、うん、便宜的に使ってるだけであって、うんうんうん、神という観念は多くの人にとって単刀直入で分かりやすい。ただ、女神、マインド、宇宙、ソース、工事のパワーとか、そういう言葉、うん、何でもよくって重要なのはそれをどう呼ぶかではなくて、うん、ちょっと待って、今めくるのでめくれないでしょ、うん、どう呼ぶかではない、どう使うかが大切なのだ、うん、もししっくりこなければそれを神と呼ばないでもらいたい、うん、って、はい、書いてあります。はい、でここではっきりと神は言い換えてもいいって、うん、なんかしっくりと来なければ自分の、ね、フィットする呼び方にしてもいいです、うん、はい、で信じてもないのに信じなくていいと、うん、はい、はっきりと書いてあるんですね、うん、はい、で ここがあったので私は、うん、じゃあ神が私はあんまりピンとこないから、うんうん、じゃあ私にとっては何かなっていうふうに考えていくことができたんですね、はい、なるほど、はい、うん、なのでもう全部書いてあったという、はい、ことでございます。はい、なんかね、まあ、言っときますけども私、うん、結構ね、なんかアーティストウェイが血肉になりすぎて、うん、なんか結構自分のさも自分の考えみたいに話してることが結構元ネタこの本だったりするのでなるほど、はい、そうなんですよ、はい、それもありまして、はい、アーティストウェイね、みんなアーティストウェイは花さんなんですね、はい、アーティストウェイは花さんって言い過ぎだと思うけど、いや、花さんがアーティストウェイなのかな、いや、なんかもっと言い過ぎかと思いますけど、はい、なのでみんなもね、はい、なんかぜひぜひ読んでみて欲しいと思うんですが、はい、これを聞いてマリコさんはどうなんか思いますか。いや、それなすぎますよね。それなすぎる、うん、それなみたいなさ、それな、あ、うん、なんか、どこか時、うん、この今花さんが読んだところ全体的にそうなんですけど、うん、いろんな言葉があるじゃないですか、うんうん、それを、うん、なんだろうな、本当にこうエネルギーが入っていない、うん、言葉とかもあるじゃないですか、うんうんうん、形骸化しちゃってたりとか、ね、形式化しちゃってるというか、うん、自己暗示の方としてそういう言葉を使ってたりとかさ、うんうん、なんか自分にもそういう経験があるので、うんうん、全然自分のものになってないから、うんうんうん、例えば、うんうん、私は一時期こうなんか仏教の本を読み漁ってたことがあって、そうなんだ、本読めないとか言ってて仏教の本、うん、なんかその救いを求めて、仏教の教えに救いがあるんじゃないかみたいな、うん、これは私にフィットしているんじゃないかみたいな感じで読んでたり、うん、なんかいろいろしてたんですけど、うん、やっぱりこう自分の身に なってなかったんですよね。あ、そうなんだ、うん、仏様とか言ってもさ、うん、ブッダがこう言ってるって言ってもさ、うん、自分のサイズに合ってなかったっていうか、サイズに合ってなかった、フィットしてなかったから、うんうんうん、あれなんかこれ違うんじゃないみたいな、っていう経験はありますね。そうなんだ、うん、だからなんかでそういうのを自分の中でけあの感覚の経験っていうんですかね、うん、としてしていくと、うん、なんかフェイクを見破りやすくなるというか、うん、うんうん、あ、これなんか違うかもみたいな、うんうんうん、あ、そういう経験がね一度あるとね、確かに、はい、うん、確かに、だからもう神とかなんとか言ってねえでまずやるみたいな、なるほど、うん、はい、
いやでも本当ね、そうですね、それ大事だと思うんですけど、うん、そう言ってねえでモニペ隠し言ってねえで掃除するしみたいな、ね、うん、あーいいねいいね本当そこ本当それね、うん、あの同じことだと思うんですけど、それしかないなって思いますね、まあモニペ書かなくても掃除しなくてもいいんだけど、うんうんうん、まずそのこと言葉遊びとかね、うん、言葉にこうとらわれてどうたらこうたらっていうよりも、うん、っていうことですよね、うん、本当確かに、うんうん、で逆にね神が本当にフィットしてる人は別に神使っていいと思うんです。あ、そうですね。そうそう。なので、あの神がいけないって言うんじゃなくって、うん、何が本当に自分にフィットするのか、うん、何がしっくりくるのか、そうですね、っていうことをもう一回ね、うん、ちゃんと、はい、考えてみるっていうことが大事なんだなって、うん、はい、いうことがアーティストウェイに書いてありましたので、はい、はい、よかった、それをお伝えしておきました、はい、はい、じゃあ今日はこのくらいにしておきます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。